はい、こんにちは、タクロと申します。今日は素数、 N 番目の素数を PN と書くとすると、一定以上の N において PN っていうのは 3N よりも大きいことを示せっていう問題です。例年優しめの問題が多かった反対の文系で突然こんな問題が出題されててびっくりしたんですけど、なかなかこれは解き応えがあるので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、いきます。1番は簡単ですね。15番目の素数を求めようっていうことなんで、順番にこうやって書いていったらいいんですけど、せっかくなんで素数どうやって素数見つけるかっていう話からしていこうと思います、ね、まず整数をね、ちょっとここに風にね、正の整数を並べていって、ある倍数を潰していくという風な調べ方になります。まず1だけはね、素数ではないので1を除きます。そして2以外の2の倍数はダメだよってなります。だから4、6、8、10、12、14、16っていうところがダメなんですね。今回は横に6個並べてますから、ダメ、ダメ、ダメという風に素数でないものをバッテンしていくっていう形になります。3の倍数も3だけしかダメですね。だから、この6の倍数の列と、6で割って3余る列を潰しまして、こんな感じ。で、次、5ですね。5は OK だけど、5の段の2個目からはダメですね。5×2 以降がダメなので、7の倍数はね、こう横に並んでますけど、こういって、こうか、ね。こんな感じでダメになるのかなと思います。まあ、54までであれば7の倍数までチェックすれば OK です。はい。これの残りが素数ということになるわけですね。かける2以降を除外していくっていうことですね。これを書いてあげればいいでしょう。2、3、5、7、11、13、17、19というふうに書いていくわけですね。はい、こんな風でいいでしょう。列記するだけで構わないと思います。はい、じゃあ過去2番行きましょう。難関に差し掛かってまいります。こっから先だったら、ここの添え字、12番目の整数は必ず 12×3 よりも大きいっていうことを示せね。3倍したものより大きい、ギリギリ3倍したものより大きい、ギリギリ3倍したものより大きいってなってますよね。確かにそうなってそうなんだけど、ずっとね、これが成り立ってるかどうか、ちょっとそれはね、パッとは言えないので考えてみましょう。こういうのはね、よくあるじゃないですか。N が3より大きい時にこれを示せ、みたいな。こんなんはよくあるんだけど、これは難しいですよね。PN が 3N より大きい。これは難しいですよね。なぜなら、こいつの一般項がわからないからです。別の方法があるはずだと考えるわけですね。はい。この示すべき命題が何を言ってるのかっていうことを、ざっくり言うと、どういうことかっていうと、これそのものなんですね。ある一定のところまで区切ると、素数の割合っていうのは、3分の1未満だよっていうことを、この命題は示してるわけです。ですよね。だって、まあこれは6で割った余りで分類してるわけですけど、6本道があるうちの、4本塞がれてるわけだから、6分の2、おおよそ3分の1が、まあ、この図では素数であるっていうことがわかるわけです。実際は5の倍数であるとか、7の倍数、さらにもうちょっと下に行くと11の倍数、13の倍数も除外していくことになるので、実際は3分の1よりも減っていきます。整数の幅を大きく取れば取るほど除外する倍数が増えていくので、どんどん割合としては、まあ、減っていくんだろうなというふうには予想するんだけども、今回は N が12、ここ以降であれば3分の1未満であるよっていうことを示してくれっていう話になっとるわけなんですね。これとかだったら結構言えそうな気がしますけどね。これはだいぶ簡単に言えそうな気がしますけどね。 N イコール5以降だったらこれが成り立つよとかは結構言えそうな気がしますけどね。だって N イコール5以降ではあれば奇数でしか素数の候補になり得ないから、ざっくり言うと2回に1回しか素数になるチャンスってのは訪れないので、 PN が増えていくよりも 2N が増えていくペースの方が少ない、すなわち歩くかまで取った時の割合っていうのが2分の1以下だよっていうふうなことを言えばいいわけなんですよ。それを今回は6で割った余りで分類して述べます。
はい。当たり前のことから述べていきますよ。ね。よいしょ。ここですね。この赤線、縦線引いた部分の話。はい。次、ここですね。6で割った余りは1か5であるという話。ここですね。もちろん、最初は置いといて、今は37以降の話をしてますが、ね、6で割った余りが1か5だよということですね。ここのラインかここのラインしかありえないよということを言っています。次は素数が増えるペースは3分の1以下だよを言います。はい。こういうのを持ってきます。これはどういうことかっていうと、今、pn ってのは必ず素数ですからね。pn が37であった時のことを言うと、ここのことですよ。pn の次の6個の整数の話をしています。この中に素数が何個含まれるかっていうと、実はこの中に素数は絶対に2個までしか含まれないっていうことが言えます。さっき述べた6分の2という話です。なぜなら、ここには必ずね、連続する6つの整数ですから、6で割った余りが、1、2、3、4、5、割り切れるか。6種類含まれます。どこから開始してもそうですね。まずそれを言いましょうか。はい。ね、素数は2個以下。素数の候補っていうのは余り1か5しかないからですね。ちょっとこれだけだと足らないので、もうちょっと文言加えます。素数が2個あるとき、今回は素数は41と43、2個ありますけれども、この大きい方の素数っていうのは必ず6個後になるよっていうことですね。自分が素数なのであるから、2個あるとしても、ここも素数でここも素数とかはないですからね。2個目は必ず6個後にしか来ないっていうことですね。含まれるうち最大の素数っていうのは6個後ですね。話し言葉で言うと、どんなに早くても次の次の素数っていうのは整数で言うと6個後になるよっていうことですね。実際6個後が必ず素数になるとは限らなくて、例えば47を基準にすると、連続する6つの整数の中に素数は1個しか含まれないので、pn プラス2っていうのはここではなくてもうちょっとあと59になります。でも、どちらにせよ53以上であることには違いないっていうことですね。なので、はい、ここから数学的機能法を使います。ある n で、ね、ある n で、n イコール12でこれが成り立っているわけですね。そうすると、次の次の素数、pn プラス2。っていうのは、最小でも pn プラス6ってことですね。話し言葉で言うと最速でもだけどね。両辺に6足してるわけですから。はい。こういうふうに書けるので、n プラス2でも成り立つで、というふうに言うことができるわけです。はい。一個飛ばしの全解式でありますから、はじめが n イコール12だけだと、12とか14とか16とか、n イコール12とか14とか16とかで成り立ってるだけになってしまいますから、仮定としては12と13で成り立つっていうことを言ってあげればいいですね。2つ言ってあげれば、13で成り立ってんなら15でも成り立つ、17でも成り立つっていう風に奇数の全部で、ね、13以上の奇数全部で成り立っていると言えますもんね。はい、このように示すことができました。 はい、まとめ。難しかったっすね。ね、証明はね、まあいろいろ言い方あると思います。まあ僕はまとめて言っちゃったけど、この PN がね、6割って1余る型、6M プラス1型の時と、6M プラス5、ね、5で余る型の時に分けて数学的機能法を使ってあげても構いません。やはりね、難しい問題ほど
具体的な数に落とし込んで考えるっていうことはね、忘れないでください。実際の話言うと、括弧1番までやって、2番ある程度のところまで書いて、他の問題に移るってしても全然構わない。なんか闇雲に計算始めるんじゃなくて、できそうかな、それとも無理そうかなってことを判断するためにも、実験してみるっていうことは役に立ちます。で、できなさそうだなっていう判断できたっていうことは、これ素晴らしいことで、時間内に必要な労力を、必要な問題に割くことができるわけなんで、この辺は他の問題でも役立つかなと思います。偶数である素数っていうのは2だけ、3の倍数である素数っていうのは3だけ。これもね、小ネタとして持っておくと、どっかで役立つかもしれませんね。はい、今日の授業は以上です。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。